今年で71回目となるよさこい祭り。参加チームの募集が昨日締め切られ、県内126、県外63、合わせて189チームがエントリーしました。初出場は県内12、県外9の合わせて21チームです。踊り子の総数は去年より3000人多い1万7000人となる見込みです。このうち高知市でダンススタジオを経営する工藤理恵さん率いる新チームは、募集人数の140人に達し、来月から全体練習を始めます。アサヒ食品や県の内外のチームで35年以上振付師として活動している工藤さん。おととし行われたよさこい特別演舞では、7人の振付師らとともによさこいエイトとして出場しました。満を持して立ち上げた新チームの名前は工藤。空に跳ねるように舞い上がれ、命よ命、どこへ向かうっていう感じの感じで。踊り子の9割以上が女性。テーマは花の乱です。女性が輝く、あでやかに輝いて、綺麗に楽しくっていうのをモットーに、踊り子さんも観客さんも楽しんでいただけたらいいなって思います。また去年、1年限りの連合チームとして祭りに参加した高知西高校南高校 OB 合同よさこいチームが、新チーム高屋として再出発します。テーマはファーストテイク。再出発して前向きに進んでいくという思いを込めて、やるからには高みを目指していこうと思ってます。出場チームはよさこい祭り振興会のホームページで確認することができます。